はい、マスターです。カメラでフィルムデジタイズの30回目になります。今回も引き続いて対処補正その4です。このカメラを使っているのがデジタイズですね。このチャンネルで取り上げ始めたのが2020年の春からなんですけど、作業としてはですね、2015年の8月から始めてたんですよね。それからもうなんだかんだ言って7年半も経つわけなんですが、もしかしたら、 えー、その7年半でも結構退職が進んでるんじゃないかということで、えー、今回チェックしてみました。えー、今回はその比較、えー、やばい結果を含めてご覧いただこうと思います。<ー>えー、ということで、えー、まずネガから並べてみます。 左が7年前にデジタイズしたもの。右が今回新たにデジタイズしたものです。写真はまたまた鉄道になるんですが、上野駅地上ホームの19番線、20番線。撮影日は1977年の7月17日とあります。45年半前の根が、中1の時に撮った写真です。フィルマフジカラーの F2。カメラはミノルタハイマチック C です。 自分で撮ったフィルムとしては2本目でフィルムの入れ方を初めて理解した時ですね。ネガのままだとわかりづらいのでシルキーピックスのネガから反転ツールで反転して、さらにトーンカーブである程度近づけた写真をご覧いただきます。それがこれです。じゃんどうでしょうか 色合わせはいつもと同じようにまだ仕上げ前の前の前っていう感じなんですが、差がわかるように近くまで揃うようにしてますが、空の部分を見るとわかりやすいんですが、明らかに今回デジタイズした方が退色が進んでいるのがわかりますね。まず7年前にデジタイズした写真、こちらも中心部と周辺部で色が変わっていて、周辺部がマゼンタが強くなってしまっているのがわかりますね。 退色が確認できます一方で新しくデジタイズしたものはさらに応変が強くなりつつその範囲が広がってるっていうのが分かりますね空の部分に黄色い部分とマゼンタっぽい部分と色のグラデーションができてしまってますこれらを見れば一目瞭然なんですがこのぐらいの期間で十分退色っていうのは進んじゃうんですね 観察してみて反転像から見てわかるのはまず周辺部からのマゼンタかぶりと同時に濃度が浅くなっていくさらにその後、黄変が広がって、まあ、これは濃度も濃くなっていくさらにひどくなると前々回のような根がですね周囲が青変しつつ黄色像が抜けていくといった感じなのかなと思います。これは、まあ、あくまでで、も我が家ののサンプルなので 保存状態によっては他のタイプももあるかもしれませんね。とにかくカラーネガの現像っていうのは汎用性を考えた分いろんなところで現像できつつ逆にラフさも許容してきたと思うので処理次第ではいろんな弱い面も出てきているのかもしれませんね。 大手の現像所であればつ、まあ、るし現像とかつな、まあ、げて長尺にしたりとかそして小売店でも、えー、店先でチャンピオンのような自動建造機で、えー、処理したりとかその環境というのは様々でしたからね純正じゃない場合もあったでしょうしその後の保存処理とかもいろいろあったと思います。 そそうそう、大学の時はですね以前も言いましたがカラー写真を作る会っていうのに入っていてネガフィルムの手芸道もたくさんやっていたので今度そのネガをピックアップしてみようかななんて今思いつきました、まあ、自分の保存処理がちゃんとできているかどうかちょっと不安になってきましたねこれ確認しようと思います まあ、とにかくこんな感じでえー、まあ7年間でもじわじわと色が抜けていっていることが分かりましたえー、早くまあデジタイズしないといけないっていうのは改めて思いましたね。まあ、これだけでまお腹いっぱいな気もしますが、えー、せっかくなので続きの修正もやってみようと思います。 二つのネガをちょっと一遍でやるのは無理そうなので、今回は7年前にデジタイズしたデータからやってみます。次回に新しくデジタイズしたデータもやってみて、修正方法もどのぐらい違うのか、まあ面倒になるか、そのあたりを見てみようと思います。てことで、ここからは手順はいつも通り最初に戻って、シルキーピックスで反転、荒らし上げした後にフォトショップで仕上げといきます。ということで、まずネガです。 デジタイズはいつもの D810 とマイクロニッコールの 60mm でシルキーピックス10で展開してあります今回も調整モードはじめからネガの状態でご覧いただいてますまずはネガから反転ツールで反転しますいはい反転しましたいつものようにまず全体的に緑色青っぽいかなそんな感じで反転されます この状態だと退色しているかどうかわからないですね次にいつも通りホワイトバランスのグレーバランスを取ります右側のプラットフォームの路面で撮ってみますはいこれでだいぶ補正されましたそして周囲をトリミングしますはい次にトーンカーブで自動レベル補正をかけてみます ここ実はいつも悩むんですが今回は RGB 各色で自動レベル補正してみます前回はフォトショップに渡してからその最初でやりましたが今回は老元現像前にやってみますまずレッドですはいこんな感じです次にグリーンはいそしてブルーチャンネル はい、そして全体のコントラスト調整をしてみます。ちょっと明るいので RGB カーブを選んでカーブを下げるように調整します。はい、こんな感じですかね。ちょっと色が偏りすぎているので色調整も軽くしておきます。印象としてはグリーンかそれともシアンっぽいのかなちょっとわかりづらいんですがまずはグリーン味を減らしてみます。 はい、えー、このぐらいにしてあとちょっとしあみなので、えー、レッドをちょい足してみますはいうんほんのちょっと、えー、ブルーもいじっておきますかねはい、えー、こんな感じで残りはフォトショップに送ろうかと思いますああといつも通り、えー、流状だけ消しておきますかね、えー、画面を拡大します ノイズリダクションの項目で義色抑制、そしてノイズ除去を MAX に設定します。はい、こんな感じです。もちろんまだ未完成ですが、この状態で TIFF の16ビットに書き出して、Photoshop に送ります。では、現像した TIFF データを Photoshop の CC2023 で開きました。 今回は初めから調整レイヤーで作業をしていきます。前回も触れたんですが、説明しきれないような試行錯誤とか、あと微調整もあるので、その結果が随時残っていく調整レイヤーだと便利です。ということで、最初に仕上がり見せちゃいましょうかね。じゃん最終的にはこんな感じで仕上がりました。4つのレイヤー、つまり4つのステップで大まかな完成まで持っていきました。 これを説明していこうと思いますじゃあ元に戻してまず調整レイヤーのトーンカーブを使って各色会長の確認と色調整を行っていきます退色のことを考えて基準となるエリアを中央部あたり車体の色あたりで決めて進めてみようと思います RGB 各々のチャンネルを確認してレベル補正をしますが色かぶり感ですね これはですねハイライト階調を捨てないと、えー、クリアにならない場合があるので、えー、各色のハイライトポイントを左にスライドしてみましたそれがこれですい、まあ、あれこれ動かして調整をしてみるとやっぱりブルーのハイライトポイントを移動するのが一番効果が大きいですねレッドグリーンも同じようにハイライトポイントの調整をしました会長はカットするの、えー、結構勇気がいるんですが ここは思いい切ってやっててやしまいますちなみに手前の道のくですねこれのベースの色はクリームの1号そして奥の稲穂はクリームの4号と定義された色でちょっと奥の方が濃くなります。まあ、あくまでも塗料の色の値なのでウィキを見れば、まあ、マンセル値なども確認できますただそれは、まあ、あくまでも塗料の色なので環境光、陰影そして反射光とか。 まあ劣化などもあってその通りにする必要は全くないです。ただまあ左と右で、えー、同じクリーム色でも色が違うっていうことをまあ言いたかっただけです。えー、ということで、えー、車体を中心に色合わせしたかったので周囲はだいぶマゼンタがかってますが、まあそれは、えー、次にやりますがその前にチャンネルをチェックしておこうと思います。えまずレッドです。えム、ー、ラのようなものは感じませんね。 ま強いて言えば左サイドはちょっと明るくなってしまっているように見えますただ会長が欠損しているような印象はないようです次にグリーンこちらも問題ないようですね次にブルー上下の隅っこの部分ですねうっすらと抜けが始まっている印象がありますね上の画線が消えてしまっています他の色では残ってたんですけどね あと左サイドではやはり明るくなってますねまあそんな感じで前回のようにブルーチャンネルの保管まではしなくてもまあなんとか仕上げられるかなという感じですこのまま作業を続けます次に補正したいのは周辺部ですね同じくトーンカーブの調整レイヤーを使いましたその結果がこんな感じですほい 周辺部のマゼンタミが一気に引いたのがわかるかと思います。トーンカーブはこんな感じで、グリーンのトーンカーブを上げて、そしてレッドのトーンカーブを下げたシンプルな補正ですね。そしてマスク。これは中心部にはこのエフェクトが当たらないようにブラシでグラデーションをかけながらマスクしてあります。こんな感じで周辺部、まあまだ完璧ではないですが、あと一息っていう感じのところまで来たようです。 次にちょっと気になっていたのは空の部分ですね。本来は日は差しているものの空は薄雲があって白く飛んでしまっているんですが、まあ、少しでも青空を見せたいなと思って、まあ、これは演出として処理してみました、まあ、リアルではなくなっちゃうんですがリアルに見せるための演出を加えてみました。それがこれです。ほい もっとスカッとした青空にもできるんですがそこはナチュラルなイメージを崩さないような範囲で加えてみました同じくトーンカーブの調整レイヤーですが主に動かしたのはレッドとグリーンのトーンカーブですハイライトポイントを下げて青かぶりさせることで空の色を演出してます RGB のトーンカーブも若干下げてますそしてマスクですねこれは細かく作りました 空の部分を自動選択ツールを使って大雑把に選んだ後、細かなところは小さなブラシなどを使って修正しつつ、最終的にマスク変換してます。これでだいぶ印象が大きく変わったかと思います。そしてラストの仕上げですね。どうしても隅っこの変色が気になってしまったので、もう一つだけトーンカーブの調整レイヤーを使って補正してます。それがこれです。ほい。 これでかなりスッキリしましたね。補正はグリーンのトーンカーブだけで少し多めにいじってます。マスクはこれでかなり複雑になってます。ブラシを使いつつ塗るように、ちょっとマゼンタ味を感じたところには不透明度を落としたブラシでぬぐいながらと、このあたりは本当手作業ですね。まあ、でもこの作業は面白いです。 こんな感じで7年前のデジタイズしたデータからまずは仕上げてみました。次回はですね、同じネガで今回のためにデジタイズしたデータから仕上げてみようかと思います。はい、というわけで今回はこれにて終わりとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。よろしければ制作の励みとなりますのでチャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いいたします。